第2回海底探検ガテリア号やってきました。こんにちは、アイヤキッチデスト。さあ皆様、はい、ガテリア号第2回、まさかの第2回やってきました。そんなガテリア号、はい、めちゃくちゃライブでやって、ちょっと高木ちゃん感想を教えてよだとか、ちょっと個人的にね、これをやった方がポイント取れるんじゃないかっていうようなことをね、今日はねご紹介していきたいと思います。さあ、ということでガテリア号始める前にですね、これちょっと気になる方いると思うんですよ。これね、足、移動速度って意味あるって思う方、はい、これね一応試したんだけど、おそらくね、ちょっとね完全にはね、ちょっとね試せれなかった。やっぱね、ちょっとオートマッチングで行った時にちょっとこれやるの申し訳ないなと思って、まあこのゆたりぽんさん、まあカノンさんなんだけど、このカノンさんが移動速度 9% 入った状態で僕 0% で、まあ追いかけっこしたのよ。多分画面映ってると思うんだけど、変わらないのよね。おそらく変わってないと思う。まあ途中でちょっと曲がったりしたから、正直ね、的確なね検証はできなかったんだけども、おそらくあんまり意味はないと思われます。はいはい。そして気になるね報酬がこちら。はい、コルチョくんね、コルチョくん、はい、ありがとうございます。ガテリア号もらったね。はい、まあこうやって見せる通り、はい、ね、水中レンズまででいいんじゃないかってぐらい、まあエビルプリストカードまでね欲しい方はね90万点までもらった方がいいんだけど、まあだとまあ180万点も頑張れる方は頑張ってほしいんだけどね。まあ特に初心者の方は夢のアクセサリー箱3は結構美味しいからね、2個もらえるからね。うん、美味しいんだけども、180万点って結構きついからね。まあ1回行くのに平均でだいたい14万点ぐらいかな。まあオートマッチングで取ってね、うん、まあ取れて15万いくかもしれないんだけど、ちょっとなしんどいよな、15万以上はと思ったね。うん、なので14万点平均だとして12回行かないとね手に入れれないですからね、ちょっとしんどいよね。230万点頑張っていても黄金の花びら1個っていうね、相変わらず報酬がしょぼいのよ。うん、そしてさらに言うと、このモンジ君ね、めちゃくちゃこの周回したくなるような報酬じゃないよね。まあ、前回もらってない方はね、このダイバー系の装備もらえばいいんだけど、さしてドレスアップかっこいいかっつったらかっこよくはないからね。なので福引き1個のために周回したいかっつったらそんなことはないよね。なので覇者の心の報酬も悪いし、もらえる報酬もちょっとしょぼいからね、周回したいよっていう方はね少ないよね。もう本当にね、このガテリア号のゲーム性が楽しいランキングで乗ってフレンドたちにドヤドヤドヤしたいよっていう方はね、周回してもいいけど、特にね報酬目的で行くっていう方はそんなに行きたくないよね。まあ、なので週末終わった来週の月曜日とか、もうちょっとね、もう人がいなくなりそうだけど大丈夫か、このイベント。ただしですね、意外に僕思ったのが、ゲーム性は楽しかったかなと思った。うん、まあ何より一番いいのが、フレンドさんとか、まあ知り合いとねパーティーを組んでいけるっていうところが面白い。うん、まあ前回のオートマッチングのみのマッチングではなく、こうやってねフレンドと5人パーティーを組んで楽しめるっていうところが、このゲームは結構面白かったんじゃないかと思いますが、ゲーム性をあくまでも楽しむだけで、結局報酬目的はそれ以上にそれ以下でもないので、まあちょっとね、ガテリア号好きじゃない方はちょっと微妙だなと思った感じです。まあそんなねガテリア号をちょっとね行ってきたいと思います。始まる前のね長ったらしい説明と、あれだよね、その説明を受けていざやってみるとちょっと印象が違ったようなゲーム性なんですけども、まあ慣れてくると楽しい。これ自分のどこに把握するかっていうのがちょっと見づらいしね、マップが。
ちょっとマップが見づらいんだけども、まあでも慣れたら楽しいから、うわ危ない。まあゲーム性としてはまずね、自分のこの与えられたパーツをね、まず集めていく。ネジね。でこれちょっとね、一人になると危険なんだよな。ありがとう、おありがとう、あはいありがとうございます。でもってどこだ、ネジはどこだ、ネジネジどこだ、あもうクリアしてる、早っ、もうクリアしてる、早いな。さあ、あとはその修理が終わったら次のパートとしてはこの弾を集めていく。ポイントをどんガンガン稼ぎたい人はこの弾集めがすごい肝。うん、この弾を集めて、まあ、1個100ポイントだけど、だいたい1人さ、うわーい、1人30ポイントぐらい、まあ、集めたらいい感じかな。さあ、心の友、これね、スタンゾーンね、あ、取れなかったね、はい。まあ、僕は心の友って言ってますけどね、この心の友があればめちゃくちゃ楽。まあ、何、1万ポイントが稼げなくなるっていうのが、まあ、モンスターにやられて、ね、時間が経っちゃうことだから、とにかくモンスターにやられないようにしないといけない。サメとね、しびれクラゲ先生。そのためには、このスタンゾーン、いわゆるね、安心、心の安心をもらうために、このスタンゾーンを取らなきゃいけないんだけど、なかなか取れないよな。みんなが必死に取りていくから。さあ、今度は歯車パートでございます。で、ちょっとこれ思ったんだけど、あんまりね、これね、溜めない方がいい。うん。まあ、上から下へ流れてきて、奉納する場所が遠いよっていうことだったらしょうがないんだけど、できるだけ、あ、これやばい。できるだけ溜めずにガンガン奉納していった方がいい。っていうのは、まあ、奉納先が0個だと、あ、まだ誰も取ってないじゃんって思って、ガンガン溜めてね、アイテムポッケの中に入れながら奉納しずにね、いてやられる方が多いんだよね。それで修理が遅れるっていうことが多いので、なので、ちょいちょいね、取っては2個ぐらい取ってはすぐね、あ、やっべ、2個ぐらい取ってはすぐ奉納をしないと、他の人があと何個奉納すればいいのかって分からなくなるから、奉納しない限りはずっと0個だからね。うん。なので、奉納してった方がいい。溜めずに済むからね。あ、残りあと2個で、ね、修理できるから、じゃあもうすぐこの2個を奉納していこうっていう気持ちになるから、溜めない方がいいかなって思った。そしてこの玉パートね、この玉パートを必ずね、1人20個ぐらいは取りたい、できれば。で、こういう風に取り合いになるので、人がいないところを同じとこぐるぐる回った方がいい。うん。チッってこうやって、白ちゃんとかね、変なこと言っちゃうかんよ。これ、チームプレイなんで、誰かがね、まあ、取れればね、いいので、チーム戦なので、この野郎俺の取りやがってバカ野郎とか言ってね、暴言吐いちゃうかんよ、うん、全員が取ればいいだけなんで、うん、こうやって同じとこぐるぐるしとけば、おのずとねそこにぽっこりね出るので、こういう風にぐるぐる同じ場所にやってた方がいいかな。あ、13個しか取れなかった。さあ、こっから大事、ここから大事ね。誰かが犠牲にならないといけない。さあ、まあ、なんで僕はちょっとね、今回は宝箱集めるパート役でいきたいと思います。誰かがねエール役にやらないとちょっとしんどい。なんだけどこれ途中でね奉納場所が増えたから、こういう風に奉納してヘルプって言ってる人にこういう風にすぐエール飛ばせばいいけど、で宝箱取る時ね、できればね数が多い方がいいよね。頭の中に10個とかさ、そういう宝箱を取ってた方がポイントが高くなる。まあまあね、もう1個しかなきゃしょうがないんだけどね。あ、やべ、ちょっと待って、これやばい、時間がない。これ1個奉納して、よいしょ、さあ戻ろう。あ、ヘルプがいる、助けよう、助けよう、よいしょ、 OK、 さあ起き上がってくれ、間に合うか、必ずこれ、よいしょ、ふう、戻った。さあ、後悔成功。
残念ながら4名の犠牲者が海底の中に残されていくっていうね、これリアルだったら犯罪だよね。ねえ、リアルだったら最後まで見つけろよってことなんだけど、ねえ、残してくないよって話なんだけどな。135,100、まあ大体オートマッチングで取れるのがこれぐらいのポイントなのかな。さあ、先ほどもね言ったんですけど、とにかくまあちょっとね、奉納場所がね遠かったら、まあ、あれなんですけど、まあそれでもね、ためずにね、できれば奉納していった方がいいかな。最初は奉納しないで貯めてると、そのままやられてって修理が遅れたり、まあ奉納することによって周りがね、あと何個奉納すればいいのかって分かりやすいから、数が見れるので、あ、これ違うな、間違えたな、スタンガン取ってと、はい、心の友取って、あと4つだよね。ということは、あと6個本当はやらないといけないんだけど、ただこうすることによって、あと1個でいいよね。じゃあ今貯めてるやつをすぐ奉納しに行くよねっていう話になりますよね、周りの人が。周りの人から分かりやすいので、まあ、なので、貯めずにね、奉納してった方がいい。さあ、あとはこのパートになったら、西の方にちょっと向かおう。よいしょ。さあ、OK、クリア。さあ、僕はこっちが好きなんです。こっちがサメも少ないし、この玉がね、結構出るので、この西の方、ほら、誰も来ないよね、西の方ね。もう、入れ食いだよ、ここ。まあ、別にね、個人プレイじゃないので、個人戦ではないので、個人だけ取ったからって言って、なんもないんですけど、まあ、この下の方に行くとね、サメがいるので、まあ、気をつけてね。ここら辺がね、中間、ほら、ここら辺がめっちゃ入れ食い状態で出てくるんだ。なので、西の方に行った方がいい。弾を取りたいときは。さあ、ここでね、今のふうにね、はい、エールやります。エール欲を買ってきましょうね、自分から。大体みんな宝箱ね、取りたがる人結構多いから、まあ、中には、おいしょ。OK。さあ、ニャーさんもやばい。自分からエール枠をやって、ヘルプでね、危ない人を助けていきましょう。チーム戦なんでね、よいしょ、ここがっちりガードしてね、大丈夫だね。 OK。 さあ、ヘルプいないね、誰もいないね、助けを呼ぶ人いないね、いましたね。 OK。 さあ、 OK。 さあ、あと7秒、誰もいないね、大丈夫だね。さあ、自分も逃げ、乗ってこね、ちゃんとね。OK! さあ、タイムアップ。これ、全員戻ったくさくない？これ。全員戻ったよね。さあ、公開成功。あ、いいね。20人全員しっかり戻りました。はい、139,400 ポイント。ねえ、もう16万の壁が高すぎる。ただちょっとね、不満を言うんであれば、この宝箱を取ってね、足がね速くなる時があるんだけど、まあ宝箱を取ると足が速くなるんだけど、その瞬間ピタッと止まるんだよね。で、そしていきなりグンって加速するから、ちょっとびっくりするんだよね。そのまま勢いでね、サメに突っ込むっていうね、こともね、ごくまれにあるからね、ちょっとこの挙動を直してほしいよね。はい、あとね、このエール役のね、このエール役がさ、正直、直してポイントとか入ってほしいよな。なんかエール役、まあ少ないのはさ、やりたがらないよね。なんもないから、自分自身でポイントが稼げるっていうのはないから、エール役をやってる人のさ、こうポイントが入るとね、エール役やりたがると思うんだけど、エール役をやってて利点がないからね、ポイントを稼いでる。お、危険な思いして、はい、こうやって戻ってエールをしに行く。で、これでポイントが入るってんならね、いいんだけどね、エール役の利点がないからね、買って出てもね、エール役の。
まあその分ね、こう持ってる人を助けるっていうのが意味あると思うんだけど、やりたがらないよね、エール役をね。はい、ということでね、今回の報酬の水中レンズね、これ欲しい？欲しい？これいい？あらまあね、はい、水中の中で写真撮ってるよ、プリっていうね、こういうのを味わいたいんだろうけど、いやちょっとあの仕草かなんか欲しいな、どうせなら仕草かね、スタンプだったらまだいいけど、水中これいる？はい、っていうことでね、ミニチュアガテリア号も置いてきます。なんかすごいね、もう物置小屋になった。でかちょっとでかくないか説、いやそんなことないか、物置小屋みたいだな。ねえ、なんかあれだよね、ゴミとか散乱してる部屋みたいだよね、これ。ちょっとあんまり置きたくないな、もう。触る。静止稼働中。あー、静止。でかー！え？ちょっと待って。どんだけでかいの、これ。はみ出しとるやん。お家の中に突撃しとるやん。突撃隣のパンカホンじゃないんだから。これ大丈夫か？でっかいだろ、こんなもん。これ普通のマイタウン、じゃあ普通のあの住宅村じゃちょっときついぞ、でかいの。じゃあちっちゃくしときゃいいじゃんって話なんだけどね。いや、ということでね。はい、ガテリア号でした。いやー、なんかまあゲーム性はまあね、みんなとやれるのはね、ちょっと楽しかったからいいけどね、仲いい人たちとねやれるっていう点はいいんだけどね。まあその他にね、こうなんだろうな、周回させたい、したくなるようなものがないからね、報酬が特段いいっていうわけでもないし、ただ得るものとしたら満足だよね、自己満足だよね。あ、こんだけ点数取った、やったぜ、フレンドさんよりめちゃくちゃいい点数取ったぜっていう自己満だけなので、ちょっと微妙かな、ガテリア号。まあゲーム性としてはね、面白いけどね。はい、ということで第3回はあるんでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。